ズゴール東京始まりました。日本の首都東京で Go for Destiny、 神様の使命に立ち、イエスの愛を伝えていきます。次回は2月29日月曜日午後7時30分から秋葉原で会いましょう。ミズゴール始まりました。三重の人たちすごい温かくていい人ばっかりです。次は2月4日初のストリートライブ、これねやります。ぜひ、名古屋からも応援して立て上げていきましょう。2月6日にワイズカフェでキングダムリーダーズが行われます。今年のテーマはヒズコールネクストです。捧げることによって僕もめちゃくちゃ祝福されてます。みんなで神様に一緒に捧げていきましょう。次のアナウンスです。2月1日からはなんとコリアンウィークが始まります。イエーイ。韓国チームがこのヒズコールに来てくれます。まず、日韓戦のフットサルや、コリアンパーティー、ティーンズのダンスパフォーマンスなど盛りだくさんな1週間が待ってます。韓国好きな友達や韓国に興味がある人、韓国語喋れなくても僕が教えるので、興味がある人はぜひ来て韓国の友達いっぱい作りましょう。それでは皆さん、アンニョン。アナウンスです。ランゲージエクスチェンジの後にはウェンズデーナイトチャーチがあります。テーマは This I Believe。 俺は神様を信じてからめっちゃ人生が変わりました。このチェンジは絶対みんなに必要です。ぜひ来てください。来週の日曜日のアナウンスをしたいと思います。来週はコリアンサービスです。お昼ご飯は韓国料理であったり、ティーンズがK-POP のダンスをします。そしてなんとコリアンサービスなんですが、イギリスからパスタアオグがやってきてメッセージしてくれます。なのでみんな楽しんで期待して集まっていきましょう。バイバーイ。